アイテム番号、SCP-127。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、SCP-127 は通常の同型の銃器よりも危険であるとは考えられません。しかしながらその例外的な特性のため、本品を使用しない場合はカルシウムとタンパク質が豊富な水の中に浮かせた上、武器ロッカー 7C で保管することになっています。この時、SCP-127 に割り当てられた調査チームだけが、それに接触するための許可を与えられます。説明。SCP-127 は、一見したところごく標準的な MP5 系短機関銃に見えます。試験の結果、この銃器は金属製の外殻を除くすべてが有機体であり、生きていることが明らかになりました。本品の弾丸は、当初人間のそれに似た生物の歯であると思われました。しかしながら、弾丸の DNA 鑑定結果は、地球上のどの種類とも合致しませんでした。SCP-127 の機能調節はセミオートとフルオートの2つです。セレクターを切り替える際、低いうめき声が聞こえます。撃ち尽くすことで、マガジン。相談数は正確に60発をからにすると、新たな弾丸が再成長しきるまでに3から5日を要します。マガジンは本体にしっかりと密着しており、取り外そうとする試みは失敗に終わりました。SCP-127 に繁殖が可能であるようには見えず、スキャンでは明らかな生殖器は発見できませんでした。水とカルシウム及びタンパク質の他は何も栄養物を必要としません。SCP-127 は、もともとジェームズ、氏の家に存在しました。氏は1991年11月17日夜に心臓発作で死亡していたところを発見されました。死についての検視報告書によると、彼が死亡したのは11月8日の朝頃でしたが、1週間以上の期まで誰にも気づかれませんでした。彼の死に不審な事情はなかったため、ATF-1 と FBI は彼の膨大な銃器コレクションを回収したと発表しました。SCP-127 はその調査及び目録作成の間に発見され、SCP エージェントによって速やかに回収されました。ほい。1990年、月日、本品は政府クラスに再分類されました。